ではよろしくお願いいたします。お願いします。この YouTube では何だろう、はい、この素朴な疑問っていうか、なんかそういうのを聞けたらええなかなと思ってますんで、はい、ちょっとまたお付き合いいただければと思いますので、よろしくお願いします。よく今、事業承継っていう言葉って聞くじゃないですか。はいはいはい。これ一言で言ったら事業承継ってどんなもんなんですか？事業承継は株の承継ですね。株の承継。株ってことは株式会社だったらみんなが関わるものってことですよね。はい、そうです、はい。それは上場している、上場していない、関係なく、うん。関係なく。今じゃあもう事業承継。考えますっていう方々にどういったアドバイスされます、はい、まあ、まず株券の、うん、まあ、特に税務上の価値を計算することですね、うんうんうん、まあ、上場会社とかでしたら株価とか分かりますね、毎日チェックできると思うんですけど、はいはいはい、非上場してなければ分かりませんので、うんうんうん、はい、そこはもう専門家に任せてまず計算すると、うんうんうん、でその価値に基づいて、もしその後継予定者が、はい、まあ、息子さんとかでしたら、はい、まあ、息子さんにその株券を買い取るお金があるか、うん、もしくは贈与税とか相続税とか払えるお金があるかどうか、うん、まあ、できることなら株券だけじゃなくて、うん、ご自宅とか預貯金とか、うん、自分の相続財産ですね、うん、の全体把握して、うん、で税金をその後継者がちゃんと払えるかっていう、うん、そこのシミュレーションをしておくっていうことですね。なるほど。なんかね、これはあかんことなのかもわかんないんですけど、うん、株式会社でありながら、うん、株を持ってるっていう意識ってあんまりなかなかなかったりしますよね、うん、なんだろう、上場してないし、うん、株の価値っていうのをその都度、うん、あ、今うちの株はこんだけの価値があるって、うん、あんまり意識してないですよね、うん、僕も個人事業主で株式の会社ですけど、はい、うん、そういった方も多いです。多いですね、うん、まあ、株式会社なので当然株券を持ってるんですけども、はい、うん、どこかその特に事業承継イコール社長交代、はい、そこで終わっちゃうケースが多いので、うんうん、なくて、やはり会社のそれこそ雇用を守ったりとかですね、はい、その地域経済を守ったりを考えると、やっぱり肝心要はやっぱ株の承継、まあ、それはもう株式会社なのでそもそもなんですけども、でそれをいざ次の世代とか次の人に継ぐっていう時に社長を誰にするか、もう一つ株主を誰にするかっていうのも考えないといけないという。そこでじゃあ一番問題になるっていうのは、要は、上場をしていない会社の方が圧倒的多数なので、うん、多いですよね。多いですね、うん、上場をしていればですね、うん、その株券っていうのは、うん、証券会社とかに行けば、うん、売却すればお金に変わるんですけども、変わるね、はい、上場していなかったら、うん、株の価値はあるんですけども、うん、その価値は2人の間だけの価値ということ、すぐにお金に変えられないということですね。会社を継ぐ気がない人にとってみたら、うん、まあ、300万、資本金300万の会社の株であろうと、はい、要はお金に変わらないので、うん、まあ、言ってみたら いらない。そうですよね、はい、でも親が社長です、はい、じゃあ親から300万円資本金の株券を譲り受けました。でも自分が継ぐ気がなかったらそれを譲り受けていて、いつかそれを売ればいいわけですよね。そうですね、はい、そこに何か問題はあります？もらっとけばいいと思います。いいですよね、はいはい、そのもらうところに何かこの難しさっていうのもあるわけですか、事業承継っていう中で。まあ、事業承継をさせるということは、はい、うん、前提として会社、今のビジネスが、うん、まあ、ある程度うまいこと言ってるとか、はいはい、安定してるっていうのが前提にあると思うんですね、はいはい、まあ、だからこそ継がせるということだと思うんですけど、うんうんうん、でそうなると特にその社歴の長い会社さん、会社を作った時は資本金300万だったかもしれませんけども、はいはい、それがですね何年も利益を生んでですね、うんうん、納税をして、はい、その2人だけの価値、最初300万だったものが3000万になってたりとか、いいことですよね、 3億になってたりとかするので、うん、はいはい、その3億の、まあ、3000万なり3億のものを継ぐという時には、うん、株券を買う側の人がそれだけのお金を用意しないといけないと。会社を継ぐ方ですよ、はいはい、その株をもらうためには、はい、当たり前けど株券買わなくちゃいけないですよね、はいはい、お金を出さなくちゃいけない、はい、そうですね、現金を、はい、自分の例えば子供に会社を、はいはい、まあ、譲ります、うん、まあ、会社がすごく順調です、じゃあ3億の価値があるかもわかんないけど、うん、いいよいいよと、もうただ同然で渡しますという親も多いですよね、うん、まあ、僕ならそうしますよね。そうですね、当然の心理です、ね、うん、そうですよね、うん、でもそうはできない、まあ、税務上の考え方はやっぱり1対1の個人対個人ですので、うん、まあ、渡すことはできるんですけども、うん、もらった側に贈与税がかかるという、価値が1株1000円だったものが、うん、もう100円でいいよと、100円でいいからもう渡すと、はい、なればもらった側は900円得しましたねと、
その900円部分に対して贈与税という話に。じゃあ、株をまあ譲ります、会社をまあ継いでもらいます、はい、じゃあ親族じゃなくて外部の人にそうしたい、うん、でも外部の方々がいや誰も株いいよと、うんうんうん、やっぱりもう税金払えないし、はい、買い取るお金もないしって、はいはい、うん、なった時には最終的な手段っていうか、うん、ほっとくわけにはいかないでしょ絶対にね。そうですね、私どもで、まあ、経営の出口というふうに申し上げてるんですけども、はい、うん、その親族内承継、うん、で親族外承継、はい、まあ、従業員さんに通知させると、はい、もう一つが売却、うん、売却でもそれもじゃあ売却もどこにも売却できない、できない、うん、ってなったらどうなるの。結局絶対親族が継がなくちゃいけない。今の経営者の方が株をお持ちのままで、はい、もう相続お亡くなりになったと、あいうふうになると、はい、もうその相続権のある方が引き継ぐことにはなります。じゃあ相続権がある方が引き継ぎます、うん、でもその方もお金をもらえるわけじゃなくて相続税を払わなくちゃいけないんですよね。そうですね。じゃあ会社の価値3億に例えばなってます、うん、事業承継っていうか会社を継ぐことがまあなかなかうまくいっていなかった、うんうん、でもそれを絶対に親族は誰か継がなくちゃいけないわけですよね、はい、そこで働いている雇用もありますので、そうですよね、そこでまあ継ぐとは思います。継ぎますよね、はい、でもじゃあ継ぎますよっていう簡単なことではなくて、はい、3億の価値の会社を継ぐってことは、うん、相続税、相続したら相続払わなくちゃいけないですよね、はいはい、でも簡単に払えるお金じゃないですよね、はい、でもこれは絶対払わなくちゃいけない。中小企業、同族会社とはいえ3億の財産を相続でもらっていることには変わりないので、それに対応する税金というのは払わないといけない。ですので、まあ、結局そのお金の話になるんですよね。その継ぐ人の納税資金というか、そうですね、うん、納税できるお金があるかないかですよね。そうですね。だからこれね、例えばちっちゃい頃とかね、いやいや今いいよなって、うん、お家会社しててって社長の息子でいいよねってはい、はい、こう羨ましい気持ちいっぱいあるじゃないですか、はい、そうですね。でも子供の時って別にね、うん、親からこのお金を給料でもらってるわけじゃないでしょ、うん、子供だから当たり前だけどね、はい、でもそれ会社じゃ相続されるわけですよね、はい、3億に相続税がかかるわけでしょ、はいはい、これ大体いくらぐらいですか。これ決められないのか、漠然と。まあその株券以外にもどういう財産を持ちかにもよりますけども、あ、まあ、ただ、まあ、本当に単純に店舗と考えても3000万とか。それ3000万はどう何をしても絶対払わなくちゃいけない、相続税は。まあ、もう財産もらってることには変わりないので、3000万払えました、なんとかで3億の、まあ、株を持ちました、はい、うん、でもそれはお金やけど現金じゃないですよね。現金じゃないですね。その株をじゃあ誰かが買ってくれればいいけど、はい、買ってくれなければ、はい、簡単に言うたらマイナス3000万ですよね。そうですね、出ていったお金としては出ていったお金としてはそうですね。そうで、まあ、その相続っていうと、まあ、それも一般的にはこう何か揉めるとかそんなイメージがあると思うんですけども、うんうんうん、実務的にはですね、もう納税資金、まあ、お金の話で、あ、納税資金があるかどうか、それをちゃんとこう手配してるかどうかっていうところにも尽きる。事業承継っていうと、まあ、一般的には社長交代のイメージがあると思うんですけども、はい、うんうん、まあ、社長交代はもう登記をすれば、うん、本当にもう明日にでも社長交代はできるんですけども、はい、まあ、それはもう一部でしかなくて、でやはりその株券の承継、そこにはやはりお金が、しかも結構多額のお金が動きますので、うんうん、まあ、やはり5年10年、まあ、場合によっては20年ぐらいかけて、はい、うん、まず後継者の選定をして、うん、この人についてもらう、はい、まあ、選定をすれば、うん、その方の株券の買取資金、資産形成ですね、うん、それを計画的に考えていかないといけない。そう考えたら事業を継がせるって簡単なことじゃないんですね、これね。そうですね。時々涙涙時々笑顔ララ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 ラ、この歌を口ずさみながら。